レースで3着に入りました坂口愛選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、昨日はね、初日はね、はい、ちょっとスタートは果敢に行ったんですけど、ちょっと成績が伴ってなかった。伴ってないですね。はい、今日は逆にスタートがちょっと遅れちゃいましただね。はい、それでもまあうまく展開ついて3着に。そうですね。はい、ターンマークだけ見て、なんかスタート遅れたって理由みたいなのはあるんですか？調整不良です。あ、調整不良、はい、エンジンの。まあそれはしっかり戻せば大丈夫。はい、大丈夫です。はい、このまあ3走して足の仕上がりってのはどうですか？はい、今日、昨日はそのまま行ってたんですけど、はい、今日ペラをちょっと叩いて良くなってますね。はい、どこら辺が具体的に良くなったか。はい、かかりが良くなってます。あ、手前の。それがまあ三頭取りとかでも生きてきたっていう感じです。はい、で前回の住之江はね、初めての輸入も行ったし、はい、この頃住之江では結構、そうですね、いい成績を残してると思うんですけど、はい、何か秘訣みたいな。練習です。あ、練習。はい、いつも練習してますよね。そうですね。はい、神さんも見ててくれますよね。はい、ありがとうございます。まだまだね、順位にもチャンスありますんで、はい、1日目に向けて意気込みをカメラに。はい、連に絡めるように走れます。いっぱい買ってください。応援よろしくお願いします。一つでも多くね、連に絡めるように、はい、任せてください。ありがとうございました。ありがとうございました。